それでは、カオスエンジニアリングをベアメタルで始めようと題しまして、私、日本ヒューレットパッカードの片山と木村がですね、本日セッションをお話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まずですね、自己紹介からさせていただきたいと思います。私の方からですね、私、片山の方は、IA サーバーを中心としたサーバーのプリセールス活動をさせていただいておりまして、その上で動かすようなですね、ソリューション、まあ、自動化とかコンテナといったソリューションまで担当させていただいている人間になります。もう一人ですね、木村は、どちらかというとソフトウェアに強いエンジニアになりまして、もともと DevOps 系のエンジニアもやっていたような、そういったバックグラウンドを持っている人間になります。本日はこの2名でですね、お話をさせていただければと思います。本日のセッションアジェンダになります。5つの構成でお話しさせていただきますけれども、こういったオートメイツのイベントですので、もうアンシブルとはみたいなお話は皆様聞き飽きたかと思いますけれども、改めてですね、アンシブルの魅力、導入によりどういったことが解決できるのかといったものを、まずは整理させていただきたいと思います。そういった中で本日はカオスエンジニアリングをテーマにさせていただきますので、カオスエンジニアリングとはといった話。で、実際にカオスエンジニアリングを実行していく上でですね、レッドハットさんが去年から提唱している自動化 2.0 といった考え方非常にマッチしますので、そこの実際のまあ、ちょっと例を交えてお話ししてですね、最後我々の方の取り組みとしてですね、このカオスエンジニアリングをベアメタルで実際にやってみたデモンストレーションといったものをご用意させていただいているので、ぜひそれをですね、見ていただいて、何かしら、ちょっとやってみたいみたいなものを感じ取っていただければ幸いでございます。まず、アンシブルの魅力といったお話になりますけれども、アンシブルはですね、シンプル、パワフル、エージェントレス。で、かつ、べき等性といった考え方が浸透しているので、非常にですね、まあ、ユーザー数も多く、親しまれているツールになるかなと思います。その中でも特に、パワフルといった部分ですね。これパワフルってどういうことかというと、いわゆるマルチレイヤー、マルチベンダーに対応したところになりますけれども、HP としてもですね、このパワフルな取り組みとして、いわゆるよくある作業を部品化したモジュールと呼ばれるもの、かつですね、それをうまく活用した、まあ、プレイブックのサンプルをですね、豊富に提供させていただいております。例えばどんな製品でこの辺を展開させていただいているかと申しますと、HP OneView と呼ばれるですね、統合監視ツールをはじめとして、サーバーの内部に内蔵されている管理チップの ILO と呼ばれるものですね、それ用のものがあったりですとか、次世代のインフラ基盤としてですね、本日のテーマでも出てきますシナジーといった製品ですとか、あとはストレージ製品、ハイパーコンバージド製品、ネットワーク製品といったところですね、幅広いポートフォリオを実はアンシブルとの取り組み進めさせていただいている次第でございます。じゃあ、アンシブルを使って何が、メリットがあるのかといったところをですね、ちょっとフェーズに分けてお話ししたいと思います。盛んに説法の部分あるかもしれませんが、改めて考えるとですね、アンシブルを使って自動化をしていく上で何が嬉しいかというと、定常業務を効率化して新しい取り組みにより多くの時間を使う、いわゆる働き方改革にも使えるようなですね、そういったメリットが出てくると。例えば、一つの情報システム部門の働き方を例にしてみたいと思います。まあ、一日の時間の使い方、いろいろとあるかと思いますけれども、例えばその中でもですね、急なユーザーの要望、例えば仮想マシン払い出してくれですとか、あとはちょっとメンテナンススケジュールがあるので、ちょっとシステムを一時的にですね、メンテナンスするために止めて、アップデートしなきゃいけないみたいな話がよくあるかと思います。こういった、いわゆる定常業務と呼ばれるようなところですね。これを、自動化ボタンとして、置換してあげると。そうすることによって、もともと手作業で発生していた時間をですね、うまく有効的に空き時間として、捻出することによってですね、今まで取り組めなかったような活動に時間を割くことができるといったところが、そもそも自動化を使うことによる、自動化していくことによるメリットになります。じゃあ、定常業務ってどんなことが言われるかというとですね、例えば、オンプレ側のハードウェアの話をするとですね、サーバーだったら、例えば計画停電の時とかに電源オフにしなきゃいけない作業発生しますよね。もしくは移設する時とか。あとは管理チップの設定ですとか、BIOS、まあ、パフォーマンス
チューニングとかする場合ですね、このサーバーの設定するかと思います。例えばストレージだったら、レイドの構成ですとか、ボリュームの切り張り、どのようにサーバーにマッピングするか、アタッチするかといった話も出てくるかと思います。ネットワークの話だと、サービスインする前に、ポートの有効か無効かですとか、VLAN の設定もそうですし、待機幅を変更するといった話もですね、出てくるかと思います。一方、ソフトウェアのレイヤーでは、例えば VMware だと、データセンタークラスター作成からホストの追加、HA の構成ですとか、仮想マシンに関する、あらゆる設定といったところも、定常業務の中に含まれるかと。昨今では Windows といったところも、よく Ansible の対応として挙げられます。AD の参加ですとか、Windows のアップデートができるといったところも大きな、革新のポイントかなと思います。これらはですね、全部モジュールとしてですね、定義されて、まあ部品としてですね、提供されて、しかもサンプルプレビューが非常に豊富に用意されているので、こういった定常業務からまずは取り組んでいくといったところは、非常にやりやすいポイントの一つかなと思います。ハードウェアを取るとですね、これ先ほども話した通り、HP ではですね、あらゆる製品でモジュールプレイブックといったものを提供しております。例えばその例としてですね、HP の公式の GitHub がございます。こちらの中に、いろんな製品のですね、モジュールプレイブックの、置き場所として、提供させていただいていると。しかもですね、まあ、日本の有志によるですね、このような日本語化資料といったものもご提供させていただいているので、なかなかこういった、Ansible への取り組み、やっぱ自動化はちょっとハードル高いよみたいなところを取っ払うような活動といったところはですね、非常に HP 力を入れて、日本ローカルでも進めさせていただいております。ソフトウェアのレイヤーを見ていくと、これもですね、モジュールの話になるんですけれども、要は、Ansible の新しいバージョンのドキュメントから見るとですね、VI のモジュールで言うと178個、Windows のモジュールで言うと105個、すでにあると。まあもちろん、皆様の定常業務の中で当てはまらない領域といったものは考えられるかもしれませんけれども、結構ですね、大まかまかなえてきてるのではないかなといったところは、個人的な印象としてもあります。なので、すべて自動化はもちろんしていきたいんですけれども、まず始められるところからですね、ぜひ取り組んでいただければと思っております。さて、まずはできるところ、要はモジュールを提供されているところからですね、自動化を始めてみませんかといった話ですけれども、続いてフェーズ2としてはですね、いわゆる、ユーザーさんの中でですね、どうしても、製品が壊れてしまったりですとか、システムが動かなくなってしまったみたいな、それに対して対処する際のトラブルシュートに時間がかかっているといったユーザーさんかなり多いかと思います。で、実際トラブルシュートするときに自分の影響範囲だけじゃなくて、他のチームにも影響を与える。いきなりトラブルシュートで障害切り分けるときにサーバー無断で止めちゃったら、ちょっとできないですよね。なので、結局チームをまたがった社内調整といったものは必要になってくると。ここに対してもですね、できるところをなるべく自動化ボタン化していってあげて、空き時間を捻出してあげる活動といったものが必要になってきます。じゃあ、空き時間を捻出するといったものはですね、定常業務の自動化のところでもお話ししましたけれども、プラスアルファはですね、より時間が捻出できるのであれば、障害に強いシステム作りもちょっと検討してみるといったところは、一つ、今後も考えていかなきゃいけないポイントかと思います。これ改めて考えてみるとですね、例えば空き時間を作れたとしたときに、その中で現状のシステムのクオリティをですね、上げる活動ってどれくらい皆様されてますでしょうか。例えば何か障害があったときにベンダーに問い合わせるくらいしかなかなかまあできていないといったお客様もいらっしゃるかと思います。ただ、今まではそれで良かったかもしれないんですけれども、今後ですね、まあ、近代型の IT システムになっていくにつれて、よりですね、ここの何か障害があったときに障害に強いシステム作りというのは当然必要になってくるわけです。改めて近代型システムといったところをちょっと見ていきたいと思いますけれども、今までいわゆる SOR、まあモード1とかって呼ばれた世界ですね、トラディショナルな IT 部門になりますけれども、まあシステムの正確性、安全性、堅牢性といったところが非常に重視されていた世界から、いわゆるモード2、SOE といった考え方、要は顧客視点をもとに構築したですね、ビジネスエンゲージメントを高めるようなことを目的とした、まあ、IT システムと。要は顧客のですね、需要をなるべく満たすために、どん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 、機能をアップデートしてですね、迅速性、柔軟性、スケーラビリティが求められる、IT システムっていうのが、まあ、必要になってくる。ただ、じゃあそういった新しい世界、まあ、要はスピーディーが求められるとですね、もう手動では限界があると。なので、自動化といったものはより考えていかなきゃいけないです。しかも、単純なインフラ基盤の自動化だけじゃなくてですね、結局サービスを動かしているアプリケーションとか、そういった上のレイヤーまで見なきゃいけないと。
IT 全方位での自動化というのは必須になってくるかと思います。じゃあ自動化していく上でですね、まあ空き時間を確保して、空き時間を確保するために定常も自動化していくというのがファーストステップですけれども、じゃあよりですね、その空き時間を有効活用しましょう。その有効活用の一個の方、まあ一つの案としてはですね、システムの堅牢性を高め続ける活動をしましょうといったところが本日のテーマになります。例えば、その活動している職種としてですね、まあ、もう IT すべての舵取りをしているような職種が SRE なんて有名ですけれども、そういった職種だけに限らずですね、皆様全体的にも、堅牢性を高める活動をぜひご検討いただければと思っております。で、本日その一つの手法として、カオスエンジニアリングといったものをテーマに挙げさせていただいております。カオスエンジニアリングが出てきた背景としてはですね、もともと SOR の世界ではですね、ダウンしないサービスといったものがメインで作られておりましたけれども、そこからですね、SOE になることによって、まあ、ダウンしても自動回復可能なサービスを作っていくといった考え方がですね、まあ、考え方にシフトしていったと。このパラダイムシフトに伴って、障害の質もですね、実は変化していると。で、変化することによってですね、結局、原因がどこにあるか突き止めにくくなってるといったのも背景にあります。まあ、リカバリの影響範囲がですね、分かりづらくなるといった弊害が出てくるので、そういった弊害をですね、要は障害を早期に発見した上でですね、被害を最小限に抑える取り組みの一つとして、カオスエンジニアリングといったものを、まあ、本日テーマにしたいと思っております。さて本題に入っていきます。カオスエンジニアリングとはといったところですけれども、いわゆるアンチフラジャイルと呼ばれる考えに基づいてですね、障害に対処すればするほど障害に強いシステムを作っていこうといった考え方がこのカオスエンジニアリングになります。実際にどうやっていくかというとですね、カオスエンジニアリングツールと呼ばれる、まあ、オープンソースで展開されている、ツールがいくつかあります。非常に有名なところで言うと、トヨタさんが作っているような、カオスモンキーですとか、あとはもう SaaS としてですね、フェイラーザサービスなんて呼ばれますけれども、グレムリンといったサービスがあったりです。もう丸ごとリージョン落としちゃって、BCBDR みたいな対策までちゃんとできるかといったところを調べるためのカオスコングですとか。まあこういったオープンソースを使って、システムを壊して復旧するまでをですね、自動化すると。まあいわゆる人間でいうところの筋トレとか予防接種みたいなものだと思っていただければと思います。筋トレもわざわざ筋肉に負荷をかけて筋繊維を破壊してより強固なものを作りますよね。予防接種もわざわざまあウイルスを入れてですね、体制をつけると。なので、こういったことをですね、システムにも与えることによってですね、より信頼性のあるシステムをですね、構築していこうといった目的のもと実行するのがこのカオスエンジニアリングと。カオスエンジニアリングでは、Principles of Chaos Engineering と呼ばれるですね、まあ、教科書的なものがあったりします。で、ここにはですね、5つの原則というものがありまして、1つ目は定常状態の認識、数値化といったものになります。これはシステムの定常状態を把握して数値化します。で、要は異常かどうか目安を作っておくわけですね。で、2つ目、事象の優先度付けということですけれども、まあ、カオスって名前ついている通り、ちょっとカオスと定義されるもの、まあ、いろんなものがあると思うんですけれども、逆に、測りきれない部分は当然あるんですが、想定される範囲でですね、影響を、や発生頻度ですね、といったものを考慮した上で優先順位をつけておくと。で、この取り組みといったものは、実際にいわゆるテスト環境だけじゃなくて、本番環境でも実行していかないと意味がないと、言われております。要はですね、実際に運用するのは当然テスト環境じゃありません。なので、しっかりとしたメトリックデータを取るためにもですね、本番環境で検証実行を進めていくと。で、こういった取り組み、手動でやるのは限界があります。なので、自動化、かつ継続的に、1回テストを行っただけだと、それを活かすことは難しいので、たくさんデータを取る意味でもですね、継続的に実行していく必要があると。で、最後、影響範囲の局所化といったお話になりますけれども、本番環境で実験をしていくので、想像以上の悪影響が起こる可能性というのは当然あります。なので、それを、まあ、被害をですね、最小限に抑える工夫が必要といったところが、まあ、非常に重要になってくると。なかなかこう日本では取り組みづらいところかもしれないんですけれども、計画的に本番環境でこういった取り組みといったところが重要になってくると。さて先ほどの絵に戻りますけれども、こういったカオスエンジニアリングを実装していく上で、まあオープンソースのツールがあると。じゃあそれでいいじゃんと思われるかもしれないんですけれども、我々が調べる限りですね、まあほぼクラウド向けのみのお話なんですね。でもこういったシステムの堅牢性を高め続ける活動って別にクラウドだけの話じゃなくて当然オンプレにも必要ですよねと。まああった方がいいですよね。なので今回アンシブルと、まあ、HP のハードウェアのソリューションでですね、ちょっと実際に実行してみたといったお話になります。
じゃあ、カオスエンジニアリングの遂行する上で必要なもの、何かというところをおさらいしてみたいと思います。まずですね、障害を、まあ、テストしていくわけですけれども、そういったテストをですね、実際する上で、いきなりサーバー落としちゃったら当然他のチーム困っちゃうので、実際にはですね、横串にもサーバーチームも、ストレージチームも、ネットワークチームも、あたまたアプリチームもですね、運用しているチームというのは様々いるかと思います。そういったチーム間でちゃんと綿密にスケジュールを立てないとですね、いきなり障害テストを起こされても困っちゃいますと。で、またですね、障害に直面した際のシステムの動作を検証するといった話になるので、これ1回限りだと意味がありません。継続的に取り組んでいくと。で、かつ、継続的に取り組んでいく上でですね、なるべく同じ事象を起こすと。同じ事象を起こした上でどういった挙動があるかといったメトリックを取っていくので、べき等性といった考えが非常に重要になってきます。上から下まで、要はアプリケーションのサービスの停止の障害数だけとですね、結局システム全体の話ではないので、結局下までといった話をすると、コード化されたオンプレ基盤では当然必要になってくると。なので、今回重要になってくるのはですね、いわゆるレッドハットさんも去年からですね、非常にこの辺力入れておりますけれども、自動化 2.0 といった考え方、プラスですね、じゃあ継続的な取り組みということで、テスト用のプレイブックを作っていきましたと。じゃあそのプレイブックがですね、例えばソフトウェアのバージョンが上がったタイミングで本当に使えるかどうかみたいな話、要は、メンテナンスみたいな、いつでもこのプレイブック使っても実行ちゃんと出るようにですね、検証していく必要があると。なので、このメンテナンス部分は非常に重要です。で、最後、コード化されたオンプレといったところですね。上から下まで一元的に自動化するには当然、下支えの、基盤もですね、コード化されている必要があると。これは我々の得意分野になります。先ほどシナジーといった製品、こちら、まあ、例に挙げておりますけれども、この製品自体サーバー、ストレージ、ネットワーク全部入っております。プラスですね、いわゆる、コード化されたインフラ基盤という形でですね、このシナジーで GUI で操作で管理項目、すべてもう API で公開しております。なので、もうテストも含めてですね、自由自在にですね、コードで触ることができると。そういった製品になるので、これと組み合わせて、今回このカオスエンジニアリングを実装してみたと。さて、もう少し具体的な例を挙げてですね、実装していきたいと思います。カオスエンジニアリングの実践として、例えば障害テストの例ということで、それぞれの運用チームにですね、今回登場していただきました。サーバー運用チーム、ストレージ運用チーム、ネットワーク運用チーム、アプリ運用チームと。で、もちろん、それぞれのチームで、テスト項目って非常にたくさんあるので、まあ、皆様のチームごとにも変わってくるかもしれませんけれども、あくまで例としてですね、例えば、サーバーの運用チーム、CPU に負荷をかけるですとか、何かしらの方法でメモリークを起こすですとか、でも電源を、いきなり止めてしまうですとか、そういったまあ障害テスト考えられますよね。ストレージチームだと、例えばデータベースに障害を起こすですとか、ディスクをもう壊しちゃうですとか、IO に負荷をかけるですとか、ネットワークチームだったら、帯域を無理やり圧迫させるですとか、もう通信切っちゃうとか、当然まあ電源スイッチオフみたいな話もですね、ネットワークの世界も出てくるかと思います。実際、インフラ基盤だけじゃなくて、アプリのサービスダウンをしてみるですとか、パフォーマンステストをするですとか、はたまた旧バージョンをですね、わざとデプロイして影響がないかどうかのチェックみたいな話もですね、出てくるかと思います。考えられる障害テストといったところをですね、まずは、それぞれ自動化ボタンに置換していくと。要は、プレイブック化していくといったお話になります。これがまあ第一ステップになりますね。で、このプレイブックを作るのは、もちろんそれぞれ、皆様運用しているチーム、まあ、サーバー運用チームだったら CPU メモリー、サーバー電源オフってありますけれども、それぞれ担当している、部署がですね、こういったプレイブックを作っていくのが、まあ、ベストと言われております。じゃあ、それぞれですね、担当する障害テストを作ったら、あとはもう簡単です。カオスエンジニアリングのテストシナリオに基づいてですね、もう好きにこう、つないであげると。例えば、この例、効果をかけた後に DB 障害を起こして通信断をした上で旧バージョンデプロイみたいな。まあ、こういったですね、テストシナリオをもう自由自在に作ることができると。要は、レゴブロックのようにですね、ブロックを積み重ねる。もう自由自在にですね、プラグイン一つ一つのタスクをもう自動化ボタン化していたら、一つ一つのテスト項目を自動化ボタン化していたら、あとをつなぎ合わせるだけで、こういったですね、テストシナリオといったのは簡単にできると。例えば、その中でですね、電源オフといったものを取ってみたいと思いますけれども、これ、
HP でも提供しているモジュールの、まあ、一個の例になります。もちろんですね、ベストプラクティスとして、例えば、バーズファイルは別で分けるですとか、ロールごとに分けて使いますみたいな、レポジトリのベストプラクティスは当然ありますけれども、一つのプレイブックの中ですでに実行できるようにですね、このような形でサンプル提供させていただいている。で、これ中見ていただくとですね、タスク図の中に、ワンビューサーバーハードウェアといった書き方されていますけれども、これがモジュールの呼び出しになります。この呼び出しの中でサーバーステートデータの中ですね、パワーステートオフって書いておりますけれども、電源を落とすと。まあ、これ1個のサーバー電源オフの例ですけれども、こんな形でですね、我々提供しているプレイブックも、まあ、こういったテスト項目にもですね、お使いいただける。さて、もう少し今のお話をですね、ワークフロー、まあ、実際のフローとしてですね、見ていきたいと思います。同じようにですね、サーバーストレージネットワークアプリの運用チームがおりますと。で、実作業としては先ほどのテスト項目が、まあ、まばらにこう散らばっていると。で、実際の作業はですね、当然それぞれ、テスト項目を回していくといった話なんですけれども、いつ実行するかといったスケジューリングといった作業、当然作業前の準備が発生しますね。そのスケジューリングの際には、チーム間の、まあ、やり取りといったところはどうしても出てくる。実作業としては、タスクの、各項目の自動化になるんですけれども、作業前の準備。ここがですね、意外と盲点になりがちで、皆様、まあ、目を背けがちなところにもなるんですけれども、かなり工数がかかっているといったところが、まあ、いわゆる問題視されていると。まず、実作業のところ、これがいわゆる 1.0 と呼ばれる、まあ、ファーストステップ的なお話になりますけれども、各テスト項目、タスクを自動化していくと。まあ、作り方、実行法も標準化していきましょうといったお話になります。これって実は、非常に工数かかるように見えてですね、もちろん工数かかるんですけれども、全体の、まあ、多くても 40% ぐらいと言われております。実際どこに時間かかっているかというとですね、この業務間プロセスといったところが非常に時間かかっていると。ここを改善していきましょうといったお話が自動化 2.0 の話になります。まず、先ほどのお話と同じようにですね、各テスト項目を自動化ボタンに置換していきます。これが自動化 1.0 の世界ですね。ここまではもう皆さん、なんとかお分かりいただけたかと思います。プラスして、じゃあ次のステップはというとですね、作った自動化ボタンに対してですね、サービス化してあげると。要は権限を付与してあげて、隣のチームにですね、この自動化ボタンを使ってもらえるような仕組みを作ってあげると。そうすると、カオスエンジニアリングテストシナリオ1番に関してはですね、アプリ運用チームが登場しなくて済むようになるわけです。アプリ運用チームはもともとの各タスク項目、テスト項目を自動化ボタンにするだけで、あとは実際にテストを行う必要はないと。これが一部自動化、といった世界になります。で、これ、1個チームが、このテストシナリオに登場しなくなるだけでですね、単純にもともと4チームあると、経路としては6経路あるんですね。まあ、ミーティング回数とかと思っていただければと思うんですけれども、それが1チーム減るだけで半分の経路になると。これだけでやり取りって当然少なくなります。これをですね、どんどんやっていくと。続いてはネットワークチーム。これも、サービス化した上で隣のストレージチームに、権限を渡してあげると。チームが2チームになると、なんと1経路のやり取りだけで済んでしまう。当然最終的に目指すべき世界をですね、テストシナリオごとにでも構いませんけれども、一つのテストシナリオに関してはですね、実行するのは一つの運用チームだけで OK と。大きな自動化ボタンを作って、その自動化ボタンをキックすると、それぞれ、作ったテスト項目が連携してワークフローとして、動くようにすると。こうすることによって、まあ、完全自動化、自動化 2.0 といった世界観が描けるといった形になります。これは大きな自動化ボタンを作って、その構成は小さな自動化ボタンでワークフロー化しているといったお話になります。まあ、連結してサービス化するといったお話ですね。これがカオスエンジニアリングでも必要な概念としての、まあ、自動化 2.0 といった世界になります。改めておさらいすると、最初の自動化 1.0 はまず、もともとあったテスト項目を、自動化ボタンに置換すると。その次に自動化 2.0 の世界ではサービス化して権限を委託してこの作業を別のチームに実行してもらう。そして連結して大きな自動化ボタンを作ることによってテストシナリオによってはですね、もうこのチームはなるべくチーム数、関わるチーム数を減らしていくことでチーム全体の、組織全体の効率化といったところを図るといったところになっております。
これを支援してくれるのが、いわゆるアンシブルタワーですね。アンシブルタワーは、権限委託ワークフロー化だけじゃなくですね、もちろんただの GUI を移動するものだけでもなく、監査ログを取ったりですとか、いつ誰がどこで実行したかも当然わかります。スケジューリングもしっかり設定することができますし、簡易的なですね、いわゆるカタログ管理みたいなこともできます。なので、セルフサービス化まではちょっといかないかもしれませんけれども、非常に使い勝手のいいですね、シナリオ実行といったところができるような、ツールとなります。今回、お試しする、このアンシブルとですね、カオスエンジニアリングを実行する上でお試しする、ハードウェアとしてはこのシナジーといったものになります。シナジーは、中はですね、これブレータイプになるんですけれども、サーバーと、かつディスクがたくさん入るですね、ストレージモジュールと呼ばれるもの、かつ後ろに L2 ソートのスイッチ、しかもソフトウェアディファインドで制御できるようなスイッチが入って、管理コンポーネントが入るような、こういった、製品になります。これがすべてですね、管理モジュール経由で、インフラの高度化ができているような製品になりますので、非常にアンシブルとも相性がいいです。なのでこれを組み合わせですね、この後実際にデモをお見せしたいと思います。ここからですね、デモンストレーションに入りますので、弊社の木村にバトンタッチしたいと思います。木村さんよろしくお願いします。はい、ここからは HP の木村がですね、ベアメタルカオスエンジニアリングのデモをお見せしますと。で、まず、デモの前にちょっとデモのシナリオをご説明しますと。で、今回ですね、シナリオは4つ用意してみますと。まず1つがですね、サーバーの停止。で、もう1つがネットワーク帯域低下。もう1つがディスク型系停止。最後に、ネットワークの型系停止と。いったこの4つの、テストシナリオをですね、今から流していこうと思っていますと。で、まあ、サーバー停止を、わかる通りですね。まあ、サーバー障害をエミュレーションしているというのが目的になってまして、まあ、ネットワーク待機低下もですね、ネットワークの何かしらの障害だったり、ディスク型系もですね、ディスク障害をエミュレーションしていると。ネットワークの型系停止もですね、ネットワーク障害をエミュレーションしているという形になってますと。で、肝心なのはですね、壊すだけじゃなくてですね、通常の状態ですね、まで復旧するっていうところをすべて自動化していますと。で、今回ですね、使うのがですね、HP の、シナジーと呼ばれる、コンポーザブルインフラストラクチャーと呼ばれるですね、製品を使いますと。で、もちろんですね、アンシブルタワーを使って、それのハードウェアレイヤーの、カオスエンジニアリングを、自動化するといった、流れになります。で、ちょっとここは復習になるんですが、前のセクションで片山さんが言った通りですね、まずですね、ちっちゃいボタンを作っていきます。つまり、プレイブックを、作っていきますと。で、サーバー停止を例に挙げると、まずですね、既存の状態、正常な状態のコンフィグをバックアップしますと。で、次にですね、実際にサーバーを停止すると。障害の、エミュレーションという形になって、最終的にですね、その障害から復旧させる、リストアですね、リストアを実施しますと。で、ネットワーク待機、まあ、ディスクかだけネットワーク障害、もですね、全く同じように、ちっちゃいボタンを作ってきますと。で、そのボタンをですね、つなげてですね、大きいボタンを作ってですね、このボタンを押すだけでですね、一時的な障害に陥って、最終的には復旧するといった、ベアメタルカオスエンジニアリングのシナリオができると。言った形になっておりますと。で、もちろんですね、すべてのシナリオをですね、つなぎ合わせてですね、さらに大きなボタンを作ってですね、多重障害のエミュレーションという形もですね、シナリオとしては簡単に作れるといった、流れになっております。じゃあですね、実際にですね、今ライブデモします。ということで。はい。今お見せしているのがですね、HP シナジーをハードウェアレイヤーからですね、管理してくれている HP OneView というソフトウェアになります。今回ですね、アンシブルタワーからですね、HP OneView に指令を出して、ベアメタルのカオスエンジニアリングを行っていくといった形になります。で、こちらがですね、アンシブルタワーの画面になっております。で、今回ですね、もうプロジェクトは作ってありまして、カオスシナジーっていう形でプロジェクトを作ってありまして、まあ実際のプレイブックは GitHub の方に置いてありますので、プレイブック実行の際ですね、アンシブルタワーが GitHub の方からプレイブックを引っ張ってきて、テストシナリオを流すというような形になっております。で、ジョブテンプレートの方もですね、今すべて、用意しています。
なのでですね、早速やっていきましょう。じゃあ、まずですね、一番イメージ湧きやすいサーバーの停止っていったところをやっていきます。で、ここからですね、ボタンクリッククリックでですね、テストシナリオを流し込んでいきます。で、私が作ったプレイブックはですね、まあ、ユーザーにですね、どのサーバーを落とすのか、何秒間落とすのかっていうところをですね、まあ、パラメータとして事前に入力できるようにですね、プレイブックを作っております。で、今、デフォルトで設定されているサーバーを今から落としていきます。じゃあ、このサーバーはちょっと HP ワンビューの方で確認していきましょう。サーバー。今探しますね。はい、ありました。ですね、今、ありました、こちらですね、今対象となるサーバーがですね、サーバーの電源がオンになっている状態です。なのでですね、アンシブルの方でですね、アンシブルタワーの方でですね、プレイブックを実行すると、これがオフになって、オフになって、まあ何秒間かオフが続いてですね、また正常に復旧してくるというようなテストシナリオになってます。で、今回ですね、20秒間ですね、指定してですね、やってみましょう。じゃあ、早速やりましょう。起動っていう形。そうするとですね、実はですね、まあ、ワークフローっていう形で、プレイブックをつなげてますので、ワークフローが流れるような形になってます。で、もう早いんですが、もう実際に、サーバーの電源がオフされました。さっきオンだったのがもうオフっていう形になってまして、20秒後ですね、これがオンになるという形ですので、ちょっと待ってみましょうか。になるか。ちょっとリロードしますね。あ、オンになりましたね。ということで、今、テストが、終了といった形で、まあ、20秒間、オフになりましたと。で、その間にですね、モニターシステムの方でですね、システムもしくはサービスのですね、メトリック、その期間のメトリックをですね、分析してですね、サービス影響があったのか、システムに何かしら影響があったのかっていうのをですね、確認してですね、影響があったなら何かしらアクションを起こすっていうのがですね、カオスエンジニアリングの根本になります。で、私の方はですね、実はですね、いつ、実際に、サーバー停止が発生したのかっていうのをですね、標準出力で出すようになってますので、ここはあのフィニッシュタイムと、実はスタートタイムがですね、こういうふうに出るようになって、アンシブルタワーの方記憶されてますので、まあ、この時間を使ってですね、モニターシステムの方でですね、メトリック情報を、確認してもらうといった流れになるかと思います。で、次にですね、帯域、ネットワーク帯域も同じようにですね、ちょっと、縮めてみましょうと、ちっちゃくしてみましょうと。今回、対象となるのはネットワークになりますので、ワンビューの方で、ネットワークを見ていきます。ネットワーク。で、今回、対象となるネットワークは Ansible 01というネットワークになりますと。で、今ですね、リザーブが 2.5GBps リザーブしていますと。で、最大使えるのは 50GBps です。これの帯域を落としていきます。こういった、テストシナリオを流しますと。で、最大 10GBps で、リザーブが 1GBps という形で20秒間、その状態を、続けさせてみます。同時にですね、ポチポチってやるとですね、ワークフローが流れますと。で、まず、コンフィグのバックアップを取ってですね、実際に、帯域を落としていくと。で、こちら見るとですね、今 2.5 で50になるんですが、これがですね、1の10に変化すると思います。はい、今変化しましたね。今1の10変化して、実際にですね、テストシナリオが流れている。この期間ですね、障害をエミュレーションしているという形になりますので、この当該期間のメトリック情報をですね、モニタリングシステムの方で収集してですね、サービスもしくはシステムに影響がないかっていうのを確認するといった流れになっております。で、もうすぐ戻りましたね。で、最後にですね、多重障害です。多重障害のですね、ボタンも、作ってみますと、こちらになります。帯域、ネットワーク、サーバー、ストレージ、すべてをですね、すべてに対して障害を、技術障害を起こしていくようなボタンになってます。これポチッと押しますと。で、これも同じくですね、まあ、対象のものが選べるんですが、こちらはデフォルトのままでいきますと。で、起動である。で、こちらがですね、ワークフローをさらに、束ねたワークフローっていう形になってますので、ちょっと
はい、こちらですね。先ほどのシナリオ4つがですね、並列で流れるような形になっています。で、ちょっとネットワークの方戻ってみると、先ほど復旧したはずのネットワークがまた今一重に変化したのがわかるかと思います。で、今回ですね、ストレージの方もですね、型系落としてますので、ちょっとストレージシステムを確認していきましょう。今、見てるストレージシステムですね、実際はですね、これオンだったんですが、今、テストシナリオ、ストレージを型系落とすっていうシナリオを流しているので、実際に電源がオフになっていますと。これですね。こういった感じでですね、シナリオをさらにくっつけてですね、新たなシナリオを作るっていうのもですね、アンシブルタワーを使うとですね、簡単に行うことができます。といった感じで、私の方から、デモは以上になります。はい、デモンストレーション、木村さん、ありがとうございました。最後にですね、本日のまとめといった形でお話したいと思います。自動化への取り組みに向けて、といったところになりますけれども、まずはですね、既存タスクの自動化といったところをご検討いただければと思います。例えばハードウェアだったら、ストレージの設定、ネットワークの設定ですとか、それにまつわるコンプライアンスチェックなんてものもですね、ぜひご検討いただければと思います。検討する上で、モジュール化されているサンプルプレイブックがあるといったところは非常に大きなポイントになりますので、そのポイントも加味した上でですね、見ていただければと。ソフトウェアの観点では、同じようにモジュール化されているといったところも含めてですね、仮想マシンの払い出しですとか、Windows アップデートですとか、パッケージをインストールしたりですとか、あとは非常にアンシブル、データ収集得意なので、ディープラーニング用のデータを収集するといった目的でもですね、使ってみるといったところも一つの、一個の例かと思います。で、続いてのステップとしてはですね、本日ご紹介したようなシステムの堅牢性を高め続ける活動としてですね、カオスエンジニアリングというところも、ぜひ、一つの案としてご検討いただければと思っております。これを実行する上ではですね、チーム間のコミュニケーションの改善をする上で、自動化 2.0 の考え方といったところ、で、それを実装するツールとして、アンシブルタワーと、でまたぜひ HP のですね、ハードウェアソリューションといったところの組み合わせもぜひ覚えておいていただければと思っております。これらは、絵にしたものはおさらいになりますけれども、最後にですね、ここの、フェーズ1のところ、もちろんカオスエンジニアリングを実行していくといったお話を最終的に見据えたいですけれども、とはいえ、まずは小さな成功を始めていきましょうといったところでですね、我々の取り組みとしては、安心アンシブルパック 2.0 といった形でですね、パッケージ化させていただいて打ち出させていただいております。これ知ってる方はですね、2年ほど前からこれ実は安心アンシブルパックといったものをですね、出させていただいております。で、この度リニューアルをさせていただきました。で、このパッケージの中身には、ハードウェア、ソフトウェア、保守、で、インスタレーションサービスと、トレーニングメニューといったところはもともとあったんですけれども、この度ですね、対応するハードウェア、をですね、より拡張させていただいて、汎用的なラック型サーバーに対応させていただいたりですとか。プラスですね、ちょっと、メンテナンス部分、プレイブックを作るには自信がないよといったユーザーさんですとか、例えばモジュールのサポートをしてほしいみたいなお話があったときにですね、そこを巻き取るようなサービスを今回立て付けさせていただきましたので、運用、プレイブックを回していく自信がないみたいなところもですね、ぜひ安心してお使いいただけるようなパッケージとなっております。で今回、こういったカオスエンジニアリングでシステムの堅牢性を高めるような活動は一個の例として挙げましたけれども、HP としてはですね、もう一個別の主軸でシステムの堅牢性を保つような活動を実はしております。それが一個、こういったですね、IT 運用管理の目指すべき世界っていった形になるんですけれども、よくですね、IT 管理は、ツールの使いやすさってよく言われるんですけれども、実際最終的に目指すべき世界は、どれだけ管理しなくて済むかと。ノンオプス的な考え方になりますけれども、よりですね、運用の効率化を見込むには、極論とツール見なくても済むような世界が超然重要になってくります。これはですね、HP では AI 主導型によって呼ばせていただいておりまして、インフォサイトといったサービスを展開させていただいております。何をしているかというと、サーバーをはじめストレージ製品も含めてですね、HP、非常に世界中にお客さん使っていただいております。そこからですね、データを収集させていただきまして、ビッグデータ解析をした上でですね、予兆検知までさせていただくと。
検知した結果をもとにですね、お客様にはリアルタイムの健康診断を提供させていただいて、なんならもし何かあった時にもですね、トラブルシュートの、工数を削減するために保守業務の自動化みたいなところまでですね、ご提供させていただくと。で、これもちろんですね、我々の製品の品質を高めるといったところにも貢献できるような、サービスとなっておりますし、これも無償実はお使いいただけますので、ぜひですね、こういったものもあると覚えておいていただければと思います。最後まとめになります。自動化をまずは始めてみましょうといったお話、これはいろんなモジュール、からですね、ぜひ取り掛かっていただければと思います。で、自動化を始めていくと、当然空き時間を捻出できるかと思います。その捻出した時間の一部をですね、ぜひシステムの堅牢性を高める活動に使うといったところも考えてみていただければと思います。本日はその一個の例としてですね、カオスエンジニアリングといったものをご紹介させていただきました。ただカオスエンジニアリング、基本的にパブリッククラウド向けのお話がやっぱり多かったので、今回はアンシブルと、非常に親和性のいいですね、HP のハードを組み合わせてお話をさせていただきました。アンシブルで実行する際にはですね、いわゆる自動化ボタンを作った上でですね、各テスト項目をつなぎ合わせて、レゴブロックのようにシナリオを組み立ててですね、実行していただくと。実行する基盤としては、ぜひ HP のこういった製品をですね、覚えておいていただければと思いますし、とはいえといったところですね、まず初めて、簡単なところから始めたいといったユーザーさんもですね、こういった安心アンシブルパック 2.0 といったものがありますので、これもぜひ覚えておいていただければと思います。最後、実はこういった取り組みですね、アンシブルを取り巻くエコシステム活動って、実は結構いろいろやっておりまして、一個の例なんですけれども、ルーブリックと呼ばれるですね、まあ次世代のバックアップ管理みたいなソフトウェアがあるんですけれども、そちらの会社さんとレッドハットと HP でですね、三者検証させていただいたりしております。HP のこのシナジーのプラットフォームはあらゆるワークロード乗っかります。そのバックアップをですね、もうテスト環境、本番環境、自由自在にバックアップを取ってリストアップといったことも、アンシブルで一元的に自動化できますので、こういった実はデモとかもですね、ご用意させていただいているので、ご興味あればぜひ、弊社営業にお問い合わせいただければと思います。ぜひですね、ベアメタルでも、カオスエンジニアリング始めてみませんかということで、本日のセッション終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。片山さん、木村さん、セッションありがとうございました。ではですね、ライブ Q&A の方に入っていきたいと思います。右側のスライドの、ご質問いただいているの2件今ありましたので、そちらをちょっとピックアップでき、して回答いただければなと思うんですけれども、まずはじめにこちらですね。これ、デモで、映していただいたかと思うんですけども、ストレージのディスク破損障害、具体的にはどうやるのかわからないのですが、はい、というご質問なんですけれども、木村さんの方からですかね。はいはい、まあ、デモでちょっとお見せしたんですけど、まずストレージ障害を起こすためには、ハードウェアレベルで、プレイブックなどでコード化できるような製品が必要ですと。で、HP の場合は HP シナジーというものを今回使ってお見せしました。で、今回のデモは、HP シナジーの場合は内部ストレージモジュールというものが入ってまして、そのストレージモジュールごと落として、ストレージのディスクの、障害を、エミュレートしたという形になっています。で、もし、その場合、何かしら不具合、ハードウェア的な故障が発生した場合は、HP の保守、範囲で、保守交換が受けられるといった形になっています。はい。ありがとうございます。それ、おっとと。それに絡んでですね、はい、もう一個の方が、今回は障害を発生させるというようなデモシナリオだったと思うんですけれども、復旧も組み込めたりするんでしょうかという質問もあるんですけれども、これはいかがでしょう。はい、デモの中では実は復旧もやってます。で、例えばサーバーをダウンさせて、新しいサーバーを設定してからシステムに再組み込みするっていうのもですね、またちょっと製品の紹介になっちゃうんですけど、HP の、先ほど見せたシナジーっていうもの、ハードウェアレイヤーから OS のインスタレーション、さらにアンシブル使っての、OS の再設定まで、すべて、復旧シナリオとして、コード化することが可能です。はい。ありがとうございます。はい、もう一つ今来ましたね。本日のデモの内容をもっと詳しく解説してもらったり、ハンズオンなどしてくれたりしますかというようなご質問なんですけど、どうでしょうか。
はい、もちろん、じゃあ片山さんから言ってください。もちろん、本日デモの内容は詳しくといったところは、別途、フォローさせていただければと思いますし、ちょっとハンズオンはですね、どこまでできるかといったお話は当然あるんですけれども、まあ、可能な限り、先ほどご紹介させていただいた安心アンシブルパック、この中身にですね、まあ、実際にも、デプロイ導入後の話にはなってしまうんですけれども、パッケージをご購入いただければ、そこのご支援、ある程度できるかなと思っております。で、今回の内容は、じゃあその安心アンシブルパックと、まあ、直接紐づいてはいないんですけれども、そこに関しても、まあ、個別相談でですね、このプレイブックのご支援とかもさせていただければと思っておりますので、ぜひ、その辺もですね、ご検討いただければと思っております。はい。ありがとうございます。あと来てるのはセッションスライドの件です。スライドはこの後URL 展開いたしますので、少々お待ちいただければと思います。他に質問ないかな？今のところないんですけれども、HP さんから何か言っておきたいこととか、宣伝とか。ありましたら1分ぐらいありますので ありがとうございます。ですね、宣伝のお時間をいただきましたので改めてちょっとアンシブルと直接はすみません関係ないんですけれども来週ですね、弊社 HP の年次イベント、ディスカバーといったイベントがございます。でこれ毎年ですねラスベガスで開催していたり、まあ、いわゆる海外でやるようなイベントなんですけれども今回まあちょっとこのご時世もありまして、オートメイトと同じような形で、オンラインで、逆に言うとオンラインでどこでも受けれるような形で、もちろん無料で、受けていただくことができますので、ぜひ来週24日からですね、しかも12時、基調講演がですね、日本時間で、弊社のトップ、アントニオネイリがですね、お話しさせていただきますので、ぜひディスカバー、ご参加、お時間ある方ですね、ご参加いただければと思っております。はい。ありがとうございます。まあ、今回のこのカオスエンジニアリングに関わらず、いろんなシナリオは HP さん持たれていると思いますので、まあ、皆さん、自動化で悩んだら、こんなシナリオできないのっていうのを、片山さん、木村さん、読んでいただければ、駆けつけていただけるかもしれないので、ぜひ、よろしくお願いいたします。じゃあ、短い時間でしたけれども、QA 対応ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。